女性の癌ん V 別罹患数トップの乳がん死亡リスク低下のためにも検診の受診が大切です詳しいお話を乳腺内分泌外科医の金野光先生に伺いました日本人女性は乳がん罹患数が増加しており特に40歳代から乳がんと診断される可能性が高くなりますそのため40歳以上の女性は自覚症状のない場合でも 2年に1回の乳がん検診の受診が推奨されています乳がん検診の内容は問診とマンモグラフィー検査が基本になっていますマンモグラフィー検査は専用の機械を用いた乳房のレントゲン撮影です40歳以上の女性にマンモグラフィー検診を行うことで乳がんによる死亡の危険性が減ることが証明されています 乳がんは自分で発見できる数少ないがんの一つです腕を上げて反対側の指の腹で触りながらしこりがないかどうかをチェックします乳頭から血が混じった分泌物が出てこないかどうかを確認しましょう検診で異常がないと言われた場合でも定期的に自己検診を行いもし乳房のしこりや左右の違いなど変化を感じた方は 次の乳がん検診を待たずに医療機関を受診してください乳がんは早期発見し適切に治療することで約9割が治癒すると言われています乳がんから命を守るために早期発見・早期治療がとても重要ですまた早期発見することで乳房を温存した手術を選択できる可能性が高まります増加傾向の乳がん 定期的な検診受診とセルフチェックで早期発見することが大切です。次回も乳がんについてお伝えします。